はい、皆さんこんにちは、ネスト福知山の外科です。今日の公民のお話は契約と消費生活、ということで、話をしてみたいと思います。で、契約って言われても、皆さんは実感がないかもしれません。でも、コンビニで、する買い物も契約です。契約といえばなんか契約書っていうのがあって、双方、ね、が判子をして、そして、成立するという、そういう形の残るもの、ね、もあります。例えばお家を建てるとか、お家を購入するとか、ね、大きなお金、ね、一生に一度の買い物みたいな、そういうようなものの時には、書類をちゃんと作って、そしてお互いが、その契約書を、同じものを2冊作って1個ずつ持っとくという、そういうような契約をするんですけど、で普段日常生活で契約といえばそういうことをイメージしてるんでしょうけど、身近なところでは、ね、契約書を作らない契約の方が、ほとんどです。そこら辺でする買い物も契約だということを一つ頭の中に入れといて、そして契約と私たちの、暮らし、消費生活というのを、ちょっと点検してみたいなと思うんですね。で、契約というのは、ね、売る側と買う側が、ね、納得したら、売りたいな、買いたいな、ね、じゃあこの辺りでっていうような値段について、ね、妥協というか合意というか、そういうのが得られたら、契約は生まれていきます。ね、で、まあ、どのような内容の契約を、ね、誰がどのような方法で結ぼうとも、そんなんは自由ですよと。そりゃそうですね。そんなん自由でなかったらやりにくいことをこの上ない。ね、とにかくどのような内容の契約をどのような方法で結んでも自由は自由なんです。これ契約自由の原則っていうんですけど、それはそれでいいんですけど、売る側、例えば物を売る側なんで販売者としますね、買う側を消費者とした時に、契約そのものは誰がどう結ぼうが自由とは言うものの、やっぱり買う側は弱い立場になりやすいということがありますので、賢い消費者になっていかねばならない、賢いお客さん、買い物客になりたい、ね、別にホームセンターでもいいんですよ、ね、本屋さんでもいいんですよ、ね買い物もするんですけどね、皆さんが一番最近買い物に行ったところでどんな買い物の仕方をしたか、ね、これ買おうと決めた、その元になった根拠、理由は何だったのか思い出すから、多分ね、値札を見て、あ、安いなと、これやったら買えるなとか、値段結構気にしたと思うんですね、ただその値段っていうのは本当にその値段は適切なのかとかってちょっと突っ込んで考えてみると、買う側はただ安いから買いやすいから買うわけなんですけど、なぜその値段が適切な、その値段が安くなってるのかっていうこととかはわからんわけです、広告があったとしたら広告に書いてあることぐらいしかわからないわけです、基本的に買い手というのは、ね、物の値段の理由が何なのかというのが、ね、ないです。少ないっていうよりないです、例えばあるパン屋さんでパンがあったとしましょうね。でそのパン屋さんで
あったとしてね。で、今は消費税込みの値段をちゃんと表示しないといけないいうルールになりましたから、180円、こういうふうに値札がついてるんです。ついてるんですけれども、こんなふうなことまで書いてある値札はないんです。どんな値札かというと、原材料費が70円かかっております、店の利益を110円いただいてます。こんな値札ないですね。ないですね。ない、あるわけないんです。これまでこんな値札がついたことないです。これからも多分つくことはないでしょう。ですけど、やっぱり消費者としては、買い手の側としたら、ね、ある程度それを分かった上で買おうかっていうね、そういう気持ちを固めたい。そういう気持ちになるんですね、そういう気持ちっていうのを消費者主権って言うんです。物を買う時の主導権を消費者に握らせてねっていうわけです。消費者が弱いんです今ね、パン1個でも、はい利益110円ですよなんて書いてない。いやそんな要件利益出されるんやったら違うパンにしようかとかいうことを、比べる方法もないね今ね、でどちらかといえば、原材料費が今ものすごく高くなってるんです。うちとしてもね、値上げはしたくないんですけど、どうしてももうこの11月からはちょっとこう200円に値上げをさせてもらいます、原材料費が高くなるから、ね、パンの値上げさせてもらいます、こういう話はいっぱいある。こういう話はいっぱいある。こういう話ばっかり、2022年の10月にはそういう理由で日本国内で値上げがされる品目はね、6000品目あるそうです。すごい。でもどの商品も、ね、うちの会社はこんだけ利益取っとんやけどなというのを、出すことはないですね、だから消費者は弱い立場になりやすいんですよ、でもまあそんなことをガミガミ言ってもしゃあないかなというような感じでね、しゃあなしに買ってるいう買い物も多いと思います。でも あまりにもその程度がひどいとね、消費者の暮らしがぶっ壊されてやんかというようなことで大きな問題、場合によっては裁判になるような場合もあります。どんなのかというたら健康被害ね、足の痛み膝の痛みがなくなる言うてたのに増えたやんかとかね、家をちゃんと一生に一回の買い物や思ったけど、全然ダメやんか、欠陥住宅やんかとかね、もう丸々話に騙されたやん、詐欺、お金振り込んだけど商品届かへんだやんとかね、詐欺ですね。それからあの手この手で何や知らんけどいろんな悪徳商法っていうかね、怪しい商法がありますね。
こんなんね、まさか私が騙されるなんて、私は計画的にね、いろいろこう慎重に何でも買い物したりお金のやりくりもするタイプだから、まさか私が引っかかるなんてというような、そういうものがいっぱいありますね。そういうとにかく消費者ってね、弱い立場になりやすいよね。だからそんなことではあかんと、あかんなということで、2009年、内閣府の中に消費者庁っていう役所が設けられて、そして消費者が消費者として困ったことにならないようにね、政府の方でも、なんかね、対策を打っていこうというふうには、ね、なってきました。なってきましたんですけど、ね、消費者主権といううまい言葉、ね、良い言葉に騙されないでくださいよ。こんな値札はこれまでついたこともないし、これからもつくことがないから、消費者は騙されないでねっていうことです。ただね、ただね、売る側にしたってそんなん、生活があるので、じゃあほんならこれが、ね、少ないのか多いのか多すぎるのか、いわゆる消費者の側から見たらぼったくりになるのかならないのかということは、やっぱり適切な、判断が必要だと思いますよ。ね、利益を90円でやっていけるために原材料費が90円、そういうことができる、やりくりができる業者さん、パン屋さんならいいかもしれませんけど、うちはまだまだ、ちっちゃくって生産量も少ない、ね、それだけに、ね、一個一個の利益をいただかないとやっていけないんだよというような、そういう苦労をしている、ね、生産者販売者も多いわけですから、ね、パッと見だけでどうだこうだっていう判断をする、ね、安直な判断というのは、軽率な判断というのは、やめていかないといけません。慎重にそれぞれの事情があってっていうのね、どのあたりが妥当なんかと、どのあたりが向こうも幸せになれるし、こっちもまあまあ満足が得られるんかという、そんなところで物の値段が決まっていけばいいなというような感じね、物を買うというような、そういう約束契約が成り立っていったらいいなというようなね、そういう期待感と慎重さも、両方必要だというようなことを、まずは皆さんは確認しておいてくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日のお話は以上で終わります。ありがとうございました。